おはようございます。釣り子 TV です。人気のレイドジャパンの新作ルアーが釣り具屋さんに並んでいて、一つですね、まあ最後の一個だったんですけど買うことができたので、買ってきました。その名もですね、バズベイトなんですけども、マスターブラスターということで、このね、パッケージがね、ピンク色でものすごいこう目を引いたんですよね。ちょっと前に発売してるんだなーっていうのは分かったんですけども、まあちょっとね、忙しくて釣り具屋さんに行けなくて、まあ買えないだろうなーなんていう風に思っていて、で釣り具屋さんなんか見て回ると、今ダッチの羽だけっていうのが結構並んでいて、ってことはまあ入荷して、でバズベイト置いてないから、もうとっくの塔に売り切れちゃったんだなーなんていうことでがっかりしていたんですけども、ふらっとですね、釣り具屋さんに立ち寄ったらですね、最後の一つね、でこの目を引くパッケージなんで、おおと思って見たらですね、レイドジャパンっていうことで、フィッシングショー、キープキャストですね、で見かけたマスタープラスターね、このバズベイトが買うことができたんで、早速ですね、細かいところを見ていきたいと思います。価格は1350円で売っておりました。で裏にはね、こんな感じで細かいいろんな各部署の説明書きなんかが書いてあって、まあ何にしてもね、このピンク色の目立つ台紙なんで、釣り具屋さんに並んでいたら一目で、あ、レイドの子っていうことで、わかるんじゃないでしょうか。じゃあね、開けていきたいと思います。はい、おー、すごいかっちりとした作りっぽいですね、これは。よいしょ、で、あー、これはもうパッとこう持っただけで、あー、頑丈そうなバスベイトだなっていう、この線形の太さとかね、なんだろう、ちょっと触っただけでですね、丈夫そうなバズベイトってのがすぐに感じれるような、そんな、作りになってます。プロペラにレイドジャパンの刻印があるんですね。こうも専用のこういうプロペラだよということで、こんな感じで両方ともレイドジャパン、ね、刻印が入ってます。でバズベイトの肝になるのがここをね、こういうリベットがあって、これでちょっとキュルキュルサウンドを出すような、そういう作りなのかなと。でクイッと曲がっていて、でパイプが入ってますね。このワイヤーにプラスして、このプロペラがついてるところなんですけども、ここにですね、パイプが追加でついておりますね。前にこういう丸い玉っころがついていて、その後ろにパイプがついていて、結構プロペラ周りの工夫がいろいろなされてますね。でヘッド、おー、こういうことなんだな。ヘッドがですね、こんな感じなんですけど、平らな浮き上がりを良くするためですかね。この平らな面があって、でこう後ろの方にこうデザインが進んでいくんですけども、でこう下の方がちょっと黄色状になっているんで、なかなか特徴的なヘッド形状ですね。浮き上がらせるぞっていうのがすごい感じられるヘッド形状ではないでしょうか。でカラーはね、ピンク色が売っていたんで、まあこの最後の1個だったんで選んだりはできなかったんですけど、あ、これはなんか目立ちそうでいいなと思って。でシリコンスカートのところはですね、丁寧にゴムでパチンって留めてあるんじゃなくて、スレッドで巻いてありますね。ここがまあ劣化とかしづらいんじゃないかな、スレッドできっちり巻いていて、で専用のなんていうんですかね、このスレッドとシリコンラバーを入れるくぼみがあるんで、よくフレアするようなそういう接続になってますね。後ろの方がこんな感じね、
ワームキーパー部分がですね、ちょっと太めですけどね、まあがっちりつけられそうだなっていうところと、まあこの形状で、あ、結構エッジが立ってるんでしっかり保持してくれそうですよ。でこう針金があるね、もう絶対にずれない仕様っていうわけじゃないんで、そのトレーラーを付け替えようなんていう時とか、ワームが壊れづらいんじゃないかななんていうふうに思いますけども、あの針金式のやつだと本当ずれないで便利でいいんですけどね、ワームをこう取り替えようとか外そうなんていう時に、そのつけてたワームがプチってこうね、裂けたりしますんでね、そういうのがないこんな感じの、ワームキーパー部分で、針がもう最近のもうどんどん主流になってますね。これは多分ツルンツルンなんでフッ素加工してあるんではないでしょうか。ものすごいキャンキャンな針先になっていて、で丈夫そうなですね、比較的針の方もですね、かっちりとした、まあ、比較的太軸の針なんじゃないかななんていうふうに思いますけど、まあ大体ざっくりと外見の方を見ていくとこんな感じで、で裏にちょっと細かい説明書きが書いてあるんで、軽く見ていきたいと思います。マスタープラスターはシンプルなボディの中にサウンド、水押し、強靭さというバズベイトとして3つの基本性能を高めた究極のバズベイトで、プロペラがパッケージ開封後から上質なワシャワシャサウンドを発生するレイドジャパン独自のオリジナルサウンド発生機構、1.4 ミリの極太アームの上にアルミパイプをかぶせることでペラとの摩擦力を高め、サウンドだけではなく回転抵抗による圧倒的な水かきパワーをもたらします。ここの、ね、1.4 ミリのワイヤーにさらにこのパイプをかぶせることによってよりトルクフルな動きをするっていう、こういった機構みたいですね。でまあオリジナル形状のペラがついていて、アームのこのワイヤーですね、これが 1.4 ミリっていうね、結構太いね、曲がりづらいワイヤーを使っているということで、でヘッドのところの特性は浮上性を高めるワイド&フラットデザインヘッド、ワームキーパーに重心を持たせ飛距離に貢献で、あ、やっぱりあのフックの方はですね、触れたら貫通フッ素特殊コートっていうことですね。でサウンドについて書いてありますね。良いサウンドが出るまでの鳴らし運転の必要なく、パッケージから出した瞬間からいきなり釣れるサウンドを発生するオリジナルサウンド発生機構を搭載、アームにかぶせたアルミパイプとペラの接触によってワシャワシャとした柔らかいサウンドを生み出します。水押し、とにかくサウンドのみにフューチャーされがちなバズベイトですが、レイドジャパンではペラの水押しについても釣れる重要な要素として追求しています。アルミ製パイプとアルミ製ペラによる高摩擦回転抵抗によりペラの回転にトルクが発生、しっかりとペラが水をつかみ水面を攪拌する巻き感が感じ取れるはずです。サウンドだけでなく水押しでもしっかりと魚にアピールするバズベイトに仕上がっています。で強靭さっていうのが最後に書いてありますね。バズベイトはリズムで釣るルアー、釣りのリズムを損なってしまうトラブルを排除するためなるべくシンプルなおかつ強靭に設計しております。魚を釣り上げたりスタックするたびにアームが曲がっていたらせっかくのリズムを崩しかねません。アームには 1.4 ミリの極太ワイヤーを採用し、スタック率そのものを抑えるとともに曲がりづらくしていますっていう、ここの三大特性みたいなのが裏に書いてあるんですけども、気になったのがですね、やっぱこのペラ周りが特殊な機構によってかなりトルクフルな水押しを発生するよなんていう風に書いてあるんで、ここら辺はですね、まあ、バズベイトの使い分けでね、ほんとちょっとしたこの音の違いとか、あとはどうですかね、まあ発生するなんですかね、鉱石の違いとか、そこら辺で気分で使い分けたりするかなと思うんですけども、早くですね使ってみたいですね。ちょっとパッと触った感じで本当ちょっと重いんですよね。このペラがタラタラタラって回るっていう感じではなくて、ちょっとゴリゴリというかですね、ちょっとまあ、このなんていうんですかね、重いトルクフルなのがこう手で回していても感じ取れるんで、ここら辺がねちょっと釣り場で実際に投げてみてどんな感じかっていうところで、で肝が書いてありますね。バズベイトはリズムで釣るルアーっていう風に書いてあって、本当
結構まあ何ですかね、いい杭の横で付け替えてそこだけ入れるっていう使い方とかもあるかと思うんですけども、やっぱり自分も結構バズベイトの釣りは釣れるトップウォーターの釣りっていうことで、以前から好きなんですけども、もう投げるってなったらこれ結んでね、一つのストレッチはもう投げ切るとかそういう感じで投げていかないとなかなか、釣り上げることはできないんじゃないか、まあそんなこともないかもしれないんですけども、ただまあ投げるってなると本当テンポよくですね、もうひたすらこれをバシ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 、いろんな角度で投げていろんなスピードで引いてそれでバイトを誘発するっていう、こういったルアーだと思うんで、本当リズムが崩れないようにこのワームが曲がらないように強靭なフックを搭載しているんだよということで、まあちょっとねこれ投げるタイミングがあったらね、この一つのストレッチはもうバズベイトだっていう感じで、通す、そんな使い方をするときにこの強靭さっていうのは一つ、武器になるんじゃないかなということで、まあ、サウンドのところで鳴らし運転っていうのが書いてありましたけどね、昔のマルヒチューニングでこう使い込んだバズベイトが微妙にこのここのねペラの後ろとこのリベットが擦れる音が微妙に絶妙にいい音を奏でる鳴らし運転っていうんですかね、しばらく使ってると当たりが出てきてそのよく釣れるような感触になってくるなんていう裏技があったんですけども、ね、昔はねチャリンコのこうサドルなんかこれ握るところですね、ハンドルのところかとかにこうなんていうんですかね、バンドでロッドベルトとかで止めてこうシャラ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 回しながらですね、チャリンコ小僧で走り回ってそのキュルキュル音っていうんですかね、いい音が出るようになるっていうんでやってたり したんですけどね、あんまりやりすぎるとねここが、穴が大きくなりすぎちゃってこう最終的にちぎれたなっていうこととかもあったんですけども、まあそういうことがなくていいようにも最初からまあ確かにこのちょっと回しただけでここが擦れてキュル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 ってなってるような感じはあるんで、まあそういうちょっとこだわりのここのね周りによっていいサウンドが吊るしの状態からチューニングしないでも最初から出るよね、こういったことになっているみたいです。でこのね、ヘッドの部分ですね、ここはワームキーパー部分ちょっと太いなって見てる時は思ったんですけども、これの狙いっていうのがここの説明によると、まあ、ここもウェイトっていう要素だからこれによってちょっと後ろ太めに作ることによって重くなっているんで飛行姿勢が安定して、投げやすいっていうことみたいですね。ということで早速ですねタイミングで使っていこうかなと思うんですけども、どんなところで使うかっていうのを思い起こしてみると、バズベイトだとまずまあ大雨の時がよく聞きますよね。バチ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 ってちょっとこれもう船沈んじゃうんじゃないかな、レンタルボートチンしちゃうんじゃないかなっていうとんでもない大雨のタイミング、そういうタイミングにまあ、例えばそれまでよく来る前まで釣れてた虫とか、あとはちょっと静かめなそうですねペンシルベイトとかぬぬぬぬって、動くようなぬって動くようなルアーで釣れてたけど大雨が降り出していよいよトップウォーターでアピールするぜなんていう時、いやこれ雨強すぎでしょ、そんな時にバズベイトですよね。まずはもうバイト連発するなんていうのはよくまあ亀山ダムなんかでも体験してるんですけども、まあ、だからちょっとね今日はゲリラ豪雨 あるかもとかね、雨予報あるっていうような時とかは、まあ、ボックスにバズベイトは必ず一つは忍ばしていったらなんかいいことが起こるんじゃないかなと思います。あとは霞水系だと延々に続くコンクリート護岸とかですね、ああいったところでまあ一番早くから釣れ出して一番最後までまあシーズンで、釣れ続けるのがバズベイトっていうイメージがあります。他のトップウォータープラグとかはなかなかねもうあんまり出なくなったななんていう11月の例えば松の方とか
そういうタイミングでもなんかバズベイトは別格で釣れてくれるっていうね、昔トップウォーター好きでも一日今日もトップ以外投げないなんていう風に霞ヶ浦でうろうろ、投げていた時なんかはもう最終的にはまあバズベイトをでしか釣れないみたいな状況になって、まあ、バスベイトで一番もう秋のほんと肌寒いね、上着なんか着なきゃいけないようなタイミングでも魚を引っ張ってこれるっていうイメージがあるんで、まあちょっとね、霞ヶ浦だと、まあもう今もシーズンインしてますからね、こっから11月の末ぐらいまで、下手したら12月の頭ぐらいまでね、これ引き倒すと結構シャローで、そういう魚を追っかける体力のある比較的コンディションのいいでかい魚が引っ張ってこれるって、こういったイメージもバズベイトにはありますよね。あともうバズベイト好きの先輩なんかは2月のもう寒い中ね、2月とかでも本当バズベイトしか投げてなかった時期があって、そんな時も投げ続けたら釣ってましたね、確か記憶の中だと。こんなライトリグでも何やっても何でも食わないのにっていうね、もう確かもうそれも霞水系とかだったと思うんですけどね、あっちの水郷地帯のエリアでもう真冬2月とかの寒い中バズベイト投げ切って魚出したり、あと結構これでリアクションで思わず普段口を使わない魚が思わず口使っちゃうっていう要素があるんで、なんか来ればでっかい魚が混じるっていうイメージもありますね。自分はまだ釣ったことないんですけども、もうバズベイトでね50アップ連発してる先輩なんかもいますんで、まあ出る時は結構大型の魚が出るんでね。あとはあれですよね、まあ春先のノリーズの YouTube とか見ていても、田辺プロが牛久沼のちょっと微妙なシーズン時期に、このまあこれじゃないですけどね、ノリーズのバズベイトでボコスカにでっかいバスを連発するなんていう動画もね、人気動画でありますからね、ああいうの見てバズベイトは釣れるんだってね、何にしてもこんな不思議な形してますからね、とりあえず一匹釣るまで投げ込んでみてバイトを得ないことにはちょっと信用できないですよね。でも思いのほか投げると、あれ釣れちゃった、あ釣れるんだなっていう感じでどんどん好きになってくる、そんなルアーなんじゃないかななんていうふうに思いますんで、まあね、レイドジャパンのこれまだ出たばっかりはちょっと買いづらいかもしれないんですけどね、もうゲイリーバズとかね、あと各メーカーから釣れるバズベイトいろいろ出てますんでね、今年まだバズベイトこれまで釣ったことない人とかはですね、バズベイトでお気に入りのメーカーの買って使ってみてはいかがでしょうか。というわけでですね、本日はですねこんな感じでこうパッケージがね、こう特徴的ね、レイドジャパンの新しいねルアーですね、マスターブラスターね、このバズベイトを一つ買うことができたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。